はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、皆さんご存知かわからないんですけれども、僕のね住んでる川崎には元祖ニュータンタンメン本舗という、神奈川とか川崎出身の方にとってはもう本当にねソウルフードのような、まあ、本店がね川崎にございまして、本日はですね相模原の方に、まあ、そのねニュータンタンさんがあるということで、本日はねこちらの相模原のニュータンタンさんに訪れております。で、一応ねこの名前の通りなんですけれども、こう卵が入ったようなちょっとねピリ辛の、まあ、担々麺が売りのお店なんですけれども、こちらの相模原店さんの方にはちょっとヤバいメニューがあるらしいんですよ。というのも、いろいろと辛さが段階で選べるみたいでして、こんな感じで、まあ通常の辛さからはめちゃ辛から、まあごめちゃ辛まであるらしいんですけども、それプラス、こっち、このね、激辛好きの人に、とって、まあ嬉しいというか、まあいいメニューがあるらしいんですけれども、ちょっと見てこれ。裏スペシャルということで、まあ一番最高に辛いやつは、とんでもなく辛いらしいんですが、僕もね、あの辛いもの好きなんで、激辛の裏メニューを食べていこうかなと思うんだけど、まあ、最低限ね、美味しく食べたいので、無理のしない範疇で食べていこうかなと思います。もちろんね、それ以外にもこちらのニュータンタンさんには、いろんなね、トッピングだったりとか、通常メニュー、単品メニューもございますので、まあ、今回は、チャレンジとか大食い、デカ盛りっていうよりかは、ただただ、食べたいメニューをたくさん頼んでいろいろと食べていこうかなと思っております。ということで、ただいまですね一杯目注文させていただきました。こちらね、タンタンが到着いたしました。いや、もうねこの見た目だけで僕らはね言われてます。いや、ちょっとね川崎市民にはもう DNA から刻まれてるこのうまい一杯ね、早速いただきたいと思います。いただきます。まずはねこちらのスープですよ。溶き卵入りのちょっとピリッとしたねこのスープがたまんないんですよね。で、言ってる間にですねこれチャーハンも到着いたしました。あー、これ鶏ガラベースのスープにひき肉が入ってて、この溶き卵の優しい感じ、ここにピリ辛の味わいよ、たまんねえわ。あ、ありがとうございます。はい、どうもです。ありがとうございます。はい、ちょっと麺いっちゃいましょう、これ、うん、うまっめちゃくちゃうまいっす。もちっとしてて、またプリッとしてるこの太麺、これにね、卵とかピリ辛なスープが絡んでめちゃくちゃうまいっす。ちょっとね、このあたりでやっぱもう一気にこのさ、見えます、この綺麗なチャーハン、ちょっといっちゃいましょう。あ、うまっ、うまっ、これうん、これはあるね。うまっ、この辺りでいいですか、単品。あれ、餃子でございますね。やっぱニュータンタンさんといえばね、餃子もめちゃくちゃうまいんで、いただきます。やっぱりあの、僕もね、いろんなお店食べ歩いてますけど、やっぱりね、こういう飯が一番心に響くね。なんかね、食べたくなるのよ、無性に。うん、うまっ。なんだかんだこういうお店が近くにあると一番太りますよね。うまっ。ぜひ、ちょっとあの、神奈川に来た際にはね、いろんな有名店、もちろん行くのもいいんですけど、でも地元に愛されるソウルフード、皆さんも食べてください。マジでうまいから。うまっ。
ちょっとこの辺りで単品のね、この唐揚げもいっちゃいましょう。最近で一番幸せかも。こういう飯がいいね。うまっ。ちょっとね、これ今回唐揚げなんですけど、マヨネーズ付きで注文したので、この辺りでね、こんな感じでいっちゃいましょうか。これ350円はちょっとやばいですね。これはやばい。あのですね、ちょっと皆さん、今ね、僕が食べてるこの一品もの唐揚げとかは、これ一皿350円とかなんですよ。で、こちらのね、相模原店さんでは、これ平日限定で5時半から8時まで、まあ今現在なんでね、まあいつまでかはわかりませんが、この時間帯ですと生が280円。ハイボールが210円。しかもこれ1杯限定じゃなくて時間内はずっとらしくてですね。いわゆる一品もの2品ぐらいで頼んだところで、1000円ちょっとお得すぎますね。これはダメですよ。売り上げがどこで立ってるのかわからないぐらいなんですけど。いや、ちょっと、通いますね。ちょっとこれ1巡目のね、ご飯、これ最後ですね。うまっ。ということですね。ただいま一巡目に頼みました。いわゆるまあ人気のね、レギュラーメニューすべて完食させていただきましたが、もちろんですね、お腹まだまだペコペコでございますので、二巡目ね、注文していきたいと思います。で、先ほどお話ししてた、あの、辛いメニュー、このあたりで注文していきましょうか。じゃあ、ちょっと二巡目お願いしていいですか？はい。はい。ということで、2杯目のですね、ラーメンが到着いたしました。一応ね、これ見た目だと分かりにくいかな。一応ね、裏の超辛ってやつらしいんですけど、あのさっきチラッと見せていただきましたが、これすごい量の洋物のめっちゃ辛い唐辛子が入っておりました。もうすでにね、この湯気で蒸せるレベルなんですけど、ちょっとでもめちゃくちゃ匂いうまそうなんですよ。早速ね、こちらもいただきます。スープの色味は、ここまで、変わんないかな。あー、うまい。うま辛っすね。ありがとうございます。うん、まっ。しっかり喉にくる感じ。あー、うめえ。ありがとうございます。大盛り。うまそう。これうまそう。じゃあちょっとこっち麺いっちゃいますか。これすすれるかな。すすってはダメなやつですね。うん。うわ、めっちゃうまいな。これまたちょっとこのニラね、これ絡めまして。うん。うまっ。ちょっとこれ丼もいっちゃいますか。これ熟成ハラミ丼の大盛りでございます。こんなのはもう絶対うまいでしょう。うまい。100人が100人好きな味付けですね。これは嫌いな人いないわ。うまっ。うまっ。ちょっとしたこのね、追加トッピングさせていただきました。これ炙りチャーシューっすね。うーわ、これですよ。
油淋鶏いっちゃいますか。これこれはもうビールだ、まあ、ビールだな。なんで僕は車なんですかね、本当にこれうますぎるな。ちなみにね、僕本当にこういう地元にあるねソウルフードみたいなお店大好きなんで、あの皆さんのね地域にもこういうお店うちにはありますよっていうのがおすすめがありましたらね、ぜひねあのコメント欄にも書いていただけるともしかしたら撮影いけるかもしれないです。ダメ元でノンアルってあったりしますか。あります。あり。ぜひ。わあ、幸せ。ノンアルコールビールいただきましたんで、下品なんですけど瓶でいっていいですか。ちょっと。こう言っての、来てよかった今日。ちょっとこの辺りで注文した最後の品ですね。ちょっと山盛りネギ餃子いきたいと思います。こちらちょっとね特製だれこれたっぷりかけて、うわうん、うまっ。結構ね、ニュータンタンさんの餃子って、下味優しめで、野菜のこの旨味が強いような、こう、優しい感じの餃子なんだけど、このね、ネギ餃子、このネギこんだけ乗ってるし、この特製ダレでね、一気にガツンときて、普通の餃子とはちょっと一味違う餃子になってるんで、ちょっとね、もちろん普通の餃子も食ってほしいんだけど、ぜひこのネギ餃子、食ってみてください。マジうまい。やっと、もうちょっと今日は、残りシンプルに食っちゃいたいと思います。まだあったりしますか。こちらでね、最後でございます。ということで、本日も完食させていただきました。ごちそうさまでした。はい、ということで本日はですね、元祖ニュータンタン麺本舗、相模原店さんでですね、自分の好きなだけ好きなものを注文させていただいて、まあ、自分でもちょっと反省するぐらい自由に取らさせていただきました。本当にうまいです。もういろいろとね、お話ししたので伝わっているかとは思いますけれども、なんだろうな、こう、言語化できない美味しいなんだよね。懐かしさのあるというか、どこかね、食べたことがある。初めてなのに知ってるっていう、そういう味なんですよ。いや、もうね、好き。もうね、細かいことはないです。もうどんだけね、美味しいか、この動画を通してですね、皆様にもお伝えできたかと思いますので、気になる方はですね、ぜひ食べに来てください。ちなみにですね、このニュータンタンさんは店舗によってね、若干メニューが異なりますので、今日ね、僕の食べたこのメニューが食べたいと思う方は、ぜひ相模原店さんで、このね、美味しいメニュー食べてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、ぜひね、そちらは概要欄からチェックしてみてください。それでは、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。はい。
ということで本日もご視聴ありがとうございました。コメ編コーナーやっていきたいんですけど、ちょっと聞いてもらうと分かる通りですね、めちゃくちゃ今花粉症でして頭ぼーっとしてる状態でございます。ちょっとね、1月2月は僕毎年ちょっと花粉症がひどくてですね、今薬飲んでるんですけど全然効かないということで、本当にね、いろいろね、前回の動画の方でもコメントをもらってるんですけれども、ちょっと今日のところはですね、このコメ編コーナーお休みさせていただきたいと思います。世の中の人はね、みんな花粉症の方はもうすでにね、きつい方も結構ちらほらといらっしゃると思いますのでですね、お仕事を無理せずに、お互い頑張っていきましょうということで、はい、本日ありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。じゃあね、ちょっと頭が回んねえわ。